海外旅行に行ってきました。これがその時のスーツ、いや、これはお土産です。可愛い小さな私です。これは、そして一組のカードを使います。ご覧の通り、表はこのようにバラバラな52枚揃っているカードです。すべてバラバラなカードです。裏がちょっと変わってまして、このように世界の有名な都市名が書いてあります。キャンベラとかダブリ、バルセロナ、パリ、ロンドン、ベルリン、タイム、すべて異なる都市名が書いてあります。これからお客様には1枚のカードを選んで都市名を選んでいただきたいと思います。このようにいたしましょう。パラパラパラと落としてきますので、お好きなところでストップと言ってください。ではよろしいですか。ストップ。はい、ではストップを買ったこのカードを使います。こちらに置いておきます。もちろん全て違いますから、例えばダブリンのカードはクラブの3、ダイヤの7のカードはリスボンでした。お客さんが選んだのはラスベガスです。実は私が旅行に行っていたこのカバン、予言してました。ラスベガス、見事に一致いたしました。それだけではありません。せっかくラスベガスに行ったので、私はカジノに行ってきまして、お土産に1枚のカードを持って帰ってきました。それがその時のカードです。驚くべきことに、この持ち帰ってきたカードはハートの6。お客さんの選んだカードもハートの6、見事に一致いたしました。